なんかそのひろゆきに対してさ、まだ今まだに論破だなんだっていう、あれは何なんだろうなと思って。溢れ返ってんだけどさ。まあだからあんまりひろゆきは知らん、興味ないんじゃない、実際。これ分かりやすいよね。つまりその興味はないくせに言いたがる人の勘違いみたいなもの。それ良くないね、確かに。でもすごかったな、ひろゆき。今日、あの人すげえなと思ったの。今日さ、アベプラでさ、地震があったらさ、やっぱニュースでさ、速報的にまあ話題切り替わるじゃん。アベプラでやってる内容はさておき、あれほら生放送じゃん。収録じゃないから。で、フランスに住んでるひろゆき中継でさ、まあ、いろいろスタジオにいるじゃんか。そんで、平石さんがさ、地震がありました。ひろゆきさん、地震がありましたけど、どうですかって振ったのよ。何でも聞く、何でも答えてくれるけどさ、今起きた地震のことをひろゆきに聞くと、ちょっと面白いなと思っちゃったの、なんか。まじ、そうなのって、それも聞くのと思って。そしたらさ、即答すんのね、あの人ね。俺、すげえと思って、なんで即答できんのと思って。そんなの僕に言われても困りますよとか言っても面白いのにさ、それ言わねえからね。結構当たり障りねえことばって返して。それちょっと面白かったね。それも聞くんだとか思って。あいつすごいのがさ、なんか総理大臣のさ、日本のね、今岸田だけど、そのツイッターのツイートの3分後とかにもうなんか、メンション飛ばしたりしてくるのよ。まあ、そのツイッターにどんだけ張り付いとんねんということはさておきね。けどさ、我々さ、総理大臣のツイートっていうものをよく考えたら軽視しすぎてたかなと。まずフォローしてないと、総理大臣、俺は。でも一応総理大臣っていうのはさ、まあ我々にとっては、まあなんていうのかな、権力を持っている存在なわけだけど、まずそれをフォローしないと面白いじゃん、もうなんか。フランスに住んでる彼は3分後にそのツイートに対して引用リツイートでコメントするみたいなとかさ。なんかその姿勢って、少なくともなんかこう、何かを論ずる人間はやってほしいなと思ってくれましたね、なんか。岸田のツイートにでも返してもなんかあんのかな。でも多分それをやめた時点でもう諦めだよねってことになっちゃうんだろうなと思って、もう。結局いつまでも我々はどんなやつでも、まあ、総理大臣ってなっちゃった以上さ、そこも含めて、って思うべきじゃない。まあ、あいつのツイッターを見なきゃいけないのかよ、みたいなさ。でもそれも放棄じゃん。こっちの自由だからっていう。結局、だからそこから始まってんだなっていう、その政治離れっていうか、なんかその総理大臣無視感すごくないと思って。じゃあさ、なんか WBC についていきなり語り出した岸田にアクセル長尾さん、うるせえって感じの、やっぱあれはいいこと。それ重要なのよ。だからそれが重要なのよ、やっぱり。うるやっぱせえっさ。て言う。それがね、それが普通なんだよ、本来は。これこうでどうこうじゃなくて、うるせえ。 やでば。も、絶対にそれ、俺、それ必要だと思うんだよ。やっぱ我々の国のトップなんだから、その彼がツイッターのアカウント持ってて、それをリアクションしないっていうのはやっぱりもう、ダメなんじゃないかなっていう。ダメとは言わないけど、ただそ、やってる人を尊重すべきだって俺は思うのよ。でもさ、ひろゆきもさ、きっとさ、別に岸田さんのツイートに返して何か変わると思ってやってんのかな。そんなにさ、やっぱりないわけじゃない。大きな一歩ってのは常に。そのジャブのようなね、0.1打撃みたいなのわからないけど、そのちょっとしたジャブとか、ほんとちょっとな一歩みたいなものの一個には間違いないんじゃないのって気がする。でもそういうのやらなそうじゃん。誰だが？からある意味だから、ひろゆきは自分の力を分かってるってことなのか。例えば、デモとかバカじゃんとか言うじゃん。言うね。ってことはさ、あれは0.1にもならないってことをきっと言ってると思うんだよ。今のそうだ話ね。で言うと。そう。だから、それで言うなら、きっとひろゆきは多分今の自分の影響力なら、若干0.1動かせるんじゃないかと思ってやってるってことだよね、きっと。つまりそうだと思う。だから、多分、それはなんでかっていうと、まあ、明確な言葉になってるじゃない。一つの。ひろゆきという人間が、岸田の言ったことに関して、こうだっていう一つの意見を言うじゃない。
でもデモはそれすら見失ってるじゃん。デモはなんとなく集ってなんとなくお祭りになっちゃってんじゃんっていう、うん、だからデモは意味ないって言い切っちゃうのかなっていう、うん、あでもフリッキーのそのツイートしかも結構あれやん、噛みついてる感じやん。いや割とクリティカルに、あだったら少子化対策どの子ども簡単ですよねみたいな、今例えだけど、あ今例えで言ってるけど、なんとなく内容として言うならば、あだったら丸々も簡単にできますよねみたいな、その国を良くするためにやるべき策としてはこれもできますよ、迅速にできますよねみたいな感じです、チクリと言うみたいな。でもアクセル長尾さんのうるせえもいいと思うんだよね。だあれでしょ、ほぼ斉藤さんが言ってたもん、あの Mac の公式のアカウントにリップ返してるやつみたいなもんでしょ、ほぼ企業広告にさリップ返してるやつみたいなぐらいの感じだよね、きっと。岸田に市民がリップを返すって。え、ちょっと待って待って待って、そこちょっと整理したいな。分からない。それぐらい、俺は逆に言うとそれと価値で言えば全然違うもんだっていうふうに思ってるんだけど。いや、価値は全然違うけど、うん、そうなんだろうな。相手がじゃあどれぐらいそれに対してこう押してくれるかっていうか、力をかけた分どれぐらい抵抗するかって言ったら、もう、うん、企業広告も岸田も一市民から何か言われても、うん、そのまま押さ、なんか別に押し返してこないじゃん、うん、絶対。そう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 、そう思うんだけど、ただなんだろう、その日本国民として生きていく上プラス日本国民として、うん、何かをもしも偉そうなことを言ったりしたいんだったらっていう前提だとするじゃんか。で日本国民としてマクドナルドをより良いものにしたいっていう人だったら、やっぱりマクドナルドに物申す、その一個一個の企業広告に物申せるからいいし、でも日本国民としてこの国のことをうんぬん言うやつは、とりあえず岸田にリプ送れよって思うの。いろいろ別に市議会議員になるとかよりもっと手前の宮台もそうだよ。宮台、東博樹、論じる立場にある人間は、まあ、とりあえずもう岸田にリプ送れよと思うもん。送ったところでって思っちゃうけどでもすごくない、もしそういう時代が来たら、すべての論客たちが、うん、多分アカウント閉鎖するだろうね、もうね。やめるだろうね、荷が重いっつって。秘書がやってんじゃないの。でもいいじゃん。だって、やってないでしょ。いや、まあ、もちろん自分でやってないにしても、別に、国民は岸田のアカウントとして認識するから、うん、でも結局それまともなレッスンを送れなくなってアカウントとして価値がないっていう認識になるだけだろうけど、うん、首相のアカウントにレッスンを送るって結構みんな厳かにしてるなと思ってたね。今度斉藤さんもやってみたら。やるべきだよね。ないもんね、今岸田と電話がつながるってなった時に俺言うことねえもん、今恥ずかしながら。でもありそうじゃない？いや、ある？岸田と今電話つながって言いたいことを。別にざっくりでいいんじゃないの？いっぱい今思ってるか、あの。でも、ツイッターと一緒でさ、どうせ本当のこと言わねえしなと思っちゃわない？どっちが？俺らも。岸田に今なんか話せると思ってもさ、どうせこいつ何も当たり障りねえこと言って終わるんだよな、だもんね、結局ね。岸田に対してそう思うってこと？クリティカルな質問したって別に対してさ、いやしかもさ、クリティカルな質問ってさ、オーディエンスがいることで成り立つじゃん。こいついい質問して困らしてんなとかなるわけじゃん。でもところがさ、今話してるのって1対1で電話がつながるって話だからさ別になんかどうしようって感じじゃないあへーってあっちゃ言って終わりだよだからしかもさ、それで言って本当のこと言うか分かんないわけじゃん。うん、じゃあもう本当に聞くことなくない、何にも。うん、なんかそのトリッキーな引っ掛けみたいなことで 本音をさ探り出したくね。なんかその UFO とか宇宙人に関する知識がありますか、あなたにはっていうことを直球で聞かずにトリッキーな聞き方で聞き出したいとか、それぐらいの好奇心しかないんだけど。しかもそれで聞き出したところでどうすんだって話やべえ宇宙人いるよみたいなことが分かればいいやぐらいの1対1だから何の公共性もないよ。ないけど俺の中でやっぱり首相になる人間は国費秘密知ってんだみたいな、君これは言ってはダメだからねって言わせたいっていう、やったいいの聞いたみたいな全然分からん